もう大変な世界だね、うん、死にすぎだろ、お亡くなりになりすぎだろ。それの教室入れないの？入れないな。職員室は入れないな。職員室入れないな。校長室は入れない。基本あれか、扉が開けれないから開いてるとこじゃないと入れないのか。つまりトイレは？お！さあ、どっちにする選択肢。自重するか自重するか。お、忍耐力上がった。装備ソウルが来たよ。こっちはもう選択肢すら。そうだね、もう男子トイレに入る意味ないからね。自称霊能力者、左。オカルトマニア、右。さすが藤原氏。ノー、僕はフリードリヒ・ベンクマン、29代目の霊体ジアさ。そのなりわいでやっていけるのかな、霊体ジアって。脳殺バディ。オウフ。幽霊持って、幽霊持ってきたこれはまた学校生活が。こういうツイートよく見る、ツイッターで。うんうん。さあ、体育館に行こう。まず倉庫から行っちゃったから。翔太。翔太、お疲れ様っす。かなこ。いつもいつもストイックっすね。大会まで日にちある。何の部活？何部だ。あ、高校でバレーできれば友達の分までちゃんとやらないとなって思うんだ。ああ、うん、1年ちょっと前に病気で亡くなったさくらさん。病死多いよ。中学の時チームメイトだったの。ここのバレー部にも入ってたんだけどね。そういうことでしたら俺も主練させていただきます。調子いいな翔太。じゃあそこのネット取って。まあじゃあさっさと帰ってじゃない。うっす。ネット張るとこからだね、バレーといえばね。プールは閉鎖されている。ああ、お水回りは幽霊的なのが集まってくるから。あ、またトイレあったよ。お、なんかもらえるかな。スイスイ。ああ、そこの男子。ちょっとそこの男子。姿が見えないからって何でもやることだと思ったら大間違いなんだからね。何でもとか思ってないよ。ちょっとトイレに入りたかった。美術室。そういうために花子さんはいるんだね。なるほど。他のなんか男の幽霊が気楽に入んないように。ここは何室や。ミスター情報も。でやっぱり寄り道最強ってわけよ。将来に向かって一直線はまあいいけどな。ミスター活躍。はいはい、お前の寄り道武勇伝は死ぬほど聞いたよ。死ぬほど聞いたから主人公も死んだんだろうな。魔法神がある。魔法神。お、気になるね。普通の学校にはないやつがある。おお、便利だね。みんな急ぎの時は使うよね。うちの高校なかったよ、魔法陣。基本話しかけられないから会話してる人のさ、会話を聞くしかないんだね。あ、じゃあ一人の人には接触しても意味がない。うん、まあ、一人ごと言ってる人はいたら聞けるかも。俺の周り結構いるな。いや、知らなかった。まさか死亡事故か。引かれたのは事故だったみたいで。引かれたか、交通事故か。こいつは、そいつはヘビーだな。公園の近くで交通事故。なんかちょっとね、葵ちゃんっぽい感じな。図書室誰かいるって言ってた。うん、言ってたね。ちょっとイベント発生させる前にちょっと一通り見とく。いや、見んじゃない。言っちゃって。言っちゃっていい。うん。多分立花が図書室にいるって言ったから、公園の前で葵ちゃんが亡くなっているとすれば、立花がお兄さんだよね。これかな、いわゆる。話してみよう。お兄ちゃん。お兄ちゃん来ました。いやいや、向こう向いちゃってるけど。立花ゆうき。お兄ちゃん。どうしてシャンプーするの。こんな妹やだからな。うん、図書室だからな。図書室だからな。シャンプーにしたいよ。狭間何言ってんの。
お兄ちゃんだけじゃない、周りの人もみんな見えないし聞こえない、だからうるさくしても怒られないんだ。嘘だよ、そんなのおかしいよ。その気持ちは分かる、でも仕方がないんだ。受け入れちゃってるな、いつの間にか。そうだね。逆にね、今度自分が言われた立場からもう言う立場になってきてるね。成長したな。うん、だいぶ序盤だけど何度かすり抜けてみよう。ああ、そうすれば分かるかもね。1、2、3、4、5。え、何これ、なんで触れないの。触れないレベルじゃないけど。うんうんうん、それは俺たちが。あ、ん、葵ちゃん、思い出した。葵は何か思い出してるんだ。起き上がる絶望が彼女を狭間の新淵連れ去る。葵ちゃん消えた。あ、これで思い出したんだね、自分のその状況を。 いわゆる一つの置かれてる立場ってやつ。やっぱり気づいてやれないのか。この読んでる本が気になるけど破れちゃってる。ドッグイヤーじゃない。ドッグイヤー、さすがに破かないでしょそんな。そうか、すーい。じゃあ会話してる人もいなそうだし、宝箱も開けれないし、これといってモンスターもいなそうだし、うんうん、スルッテイとあれか魔法陣で幻覚か。そうだね、さっきさ、誰か他に亡くなってしまった、病気で亡くなった人がいるって話してたよね。夜になる前に、あ、幽霊だけど夜は活動しないのかな。さあ戻ってきました。ここはご自身の言うようにもくれぐれもうお気をつけください。所持金増えるね。お金を何に使うのか使い時がないな。うんうんうん、扉の回廊に新しくできた入り口。おっ、扉の回廊ってどこだ。あ、そっか、この下か。ん、違うな、どこだ。上行ってみる。多分扉がいっぱいあったのはこっちだよ。あ、増えてるね、EV が。エレベーターの。あ、次に行こう。ここで戦闘になるのか。いっぱいいるよ。これもう絶対エンカウントじゃん。はい、着きましたね。もうこれ絶対エンカウントじゃん。入り直す。もうこれ絶対エンカウント、もうむしろエンカウントしてるよ。戦おう。ほらお、サイコロ強そうだな、これで、ガード。まあ、まずは16ポイントだっけ、なん17だっけ。で、ここでアタック1回して、あれ、いや、一撃だったわ。倒しちゃったね。ダメだったわ。これで葵ちゃんのエピソードを見てみようかね。飲みすぎたらダメですよ。BGM に歌入ってる。なんとも言えないミステリアスな BGM で、ここはね、葵ちゃんのお家かね、クマさんいっぱいいるけど。お兄さんのポジションですね。お風呂場、これがママか。何か手伝うよ、優しいクマ。あの子は妙にいい子だった気がするわ。ウサギたち。友達か。ああ、そうかもね。葵ちゃんはいないけど、エンカウントしました。戦おう。アタックできるんじゃない。頭皮のズーキーパー。頭皮お風呂場行く。これちょっと